両チームのメンバー、まずホーム FC 町田ゼルビアの今日のメンバーです。ゴールキーパーが福井、今日酒井が先発に入ります。水本、高橋翔平、三木、高江、平戸、太田、吉尾、前線は長谷川、アリア、ジャスールと今日は中島が先発に入っています。そしてアウェーギラバンツ北九州のメンバーです。ゴールキーパーが吉丸、生駒、岡村、村松、永田、針ヶ谷、伊沢、高橋、大吾、前川、荒垣、カルドナ、こういった11人です。おお、弾き飛ばした。これはライン割ってません。酒井が最後対応しました。こぼれ球拾って北九州、ズバッと入れて高橋大吾、カルドナ落とした。高橋大吾左足、持っているものをしっかりと出しました。高橋大吾開始2分で先制、アウェーのギラバンツ北九州です。まずはクリアボールからですよね、町田のね、はい、そこのセカンドをしっかり拾って前方向にしっかりつけることによって潜ってワンツー、そして置きどころも非常に良かったですし、まあ、彼の左足はねパンチ力ありますから、まずこの止め方も上手でしたし、潜り方でファーストタッチ、そしてもう一回持ち直してキーパーの場所と、まあ、しっかり見てサイドネットですよね、まあ、パンチ力ありましたね、はい、まあ、あとは際どいところにボールが入ればカウンターはないので、はい、三木から吉岡、イナースルー、三木のシュート、ナイスキーパー、こぼれている、左足でしたが太田浮いてしまいました。良いテンポでしたね、まあ、シュートまでの形作りましたよね。だ本当際どいところ飛びましたけども、まあ、最後は太田かな。23失点中の10失点。吉尾のフリーのヘディング、おー、今高橋大吾がカバーしてました。吉尾のアウトスイングに対して入り方も非常に良かったですし、フリーでしたね、叩きつけたんですが、その後にも反応しましたけれども、ちょっと浮いてしまいました。中キレの声がかかってました。その後中、おお、吉岡プレッシャーカバーしました。村松、平戸、中島につながるチャンス、中島のシュート、また止めた吉丸、ナイスセーブ。まあ、しっかり体の向き作りながらシュートまで来ましたけど、ナイスキーパーでしたね、で吉丸の前でバウンドしてましたからね、まあ、よく我慢してましたよ、フリーキックギラバンツ北九州、高橋大吾、ここはしっかりと福井が抑えました。ちょっとずつズレを作ろうとしている町田、引っ掛けた、まあ、カルドナ前打つか、カルドナが打ってきた、わパンチ力ありますね、まあ、奪ってから横パス振り向いてシュート、ちょっと動き直してドゥドゥがもらいに来ました。ドゥドゥ、吉尾ちょっと合わない、おお取った、吉尾抜けるクロス、太田ナイスキーパーナイスキーパーですね。いや吉丸本当にナイスストップです。もう一回吉尾クロス、ちょっとです、いや2本続きましたけど、吉尾が下がることによって、まあ、左サイド高いところポジション取るのもそうですけど、前半はなかなか、まあ、そういう形が、まあ、なかった町田、伊沢剥がした、伊沢打つか、伊沢が打ってきた、クッと持ち直していいコース取りで、最後は思い切って振り抜きましたよね。徹底して跳ね返す北九州、徹底して押し込む町田、ドゥドゥクロスバー、いやー強烈でした、ドゥドゥ、いやすごいの来ましたけどね、トラップ左足ですよね、少し引きずりながら打ってますし、はい、もうボール1個分下だったらおそらく当たって入ってたと思いますし、いかがのクロス逆サイド、いや試合終了、
よく耐えましたね北九州は、0対1アウェーのギラバンツ北九州勝ちました。今シーズン初めての連勝です。